番辛いと200円。うん、うん、大ライスが2つ、うん、センキュー、中ライスが2つで、うん、置いちゃっていいよ、これ、はい、ちょうどセットスープもお待ちしました、うん、ちょっとこれだけ持ってって、はい、はい、出します、よし、食うぞ、晴れてますって、じゃーん、大盛り大盛り大盛り、しかもおかわりっすよ、これ映ってるの、お前帰った、あーあーお前な、本当に仕事できねえな、本当に仕事できるの関係ある、まあ、お腹痛くなるぞ、お前生のそんなご飯大丈夫ですよって言うだし、生だれご飯言うだし、その生だれバカタレみたいなもん、ね、昨日さ、闇金牛島くんガイで見てたらさ、悪い、半グレの悪いボスがいてさ、そいつが自分の部下のベロ切ってさ、食べてる、あとアキレス腱切って食べてます。私なんて今日もシールド使うよ、うん、私もシールド予定ですよ、昨日も使ったけどシールドなくなった、俺は 7日間バンになったら7個もシールドがなかった、バンの時にシールド取られるの嫌だよな、なんかこのシールド使うとか使わないとか選べればいいのに、バンの時にシールド、川尾先生大好きよ、愛先生も大好きよ、トム先生のお顔もチライトみたい、ほら今すっごい忙しいから、うん、どれが美味しいかな、タレ、やっぱりこのカルビタレ美味しいですよ、白だれ、白だれ、カルビの、カルビ用の白だれですよ、うん、私今塩だれで食べてる、うん、つまらない、もぐもぐ配信、でも美女が2人、ね、